3年生の皆さん、元気ですか？先生は今日も元気です。さて今日も一緒に楽しく算数の勉強をしていこうと思います。ただ今日はここに特別編とあるように、実はみんなにお家で書いてもらったこの学校が始まったら頑張りたいことカード、これを使って割り算の勉強をしていこうと思います。中には体力作りとか、丁寧な字を書くとか、漢字をたくさん覚えるとか、はい、頑張りたいことあるようですね。さあ、ということで今日の問題はこれです。一緒に読んでいきましょう。いくよ。せーの。15枚の花びらカードを使って花を作ります。1つの花に5枚ずつ使うと花はいくつ作れますか？今わかっている数字は15枚のカードがあるということ。これ先生のを加えて15にしてます。一つの花に5枚ずつ花びらを使うということ。そして尋ねられていることは、花はいくつ作れますかですね。さあ、どんな式になるでしょう？と頭に浮かんだ？じゃあ答えてみてね。いくよ。せーの。そうだね。まあ割り算だからね。15÷5 ということになります。さあ、では実際にいくつの花が作れるかっていうのは、ちょっとこれを使いながら実際に確かめてみようと思います。いくよ。じゃあまず一つ目の花いきます。1、2、3、4、5、一つ作れたね。二つ目、6、7、8、9、10、2つ作れました。じゃあ3つ目、11、12、13、14、最後先生まで15枚全部使いました。ということで答えは、せーの、はい、3つの花が作れました。これを図で表すと、こんな感じですね。5枚の花びらがあるお花が3つということになります。さあ、これ計算で求めるとどうなるか。ちょっと前にやったの覚えてるかな？何算を使うんだった？そう、掛け算を使うんだったよね。今分かっていることで式が作れると思います。例えば、5枚ずつ、5の塊がある。それをいくつか、全部で15枚あるんだよね。だから5×何かをしたら15ということになるんだけど、ここの中何が入るかわかるかな？そう、この段を使うと答えが出せそうだね。この段を使っていくよ。5、1が5、5、2、10、5、3、そうですね、15ということになります。これ今までの勉強だと、この5というのは1人分ってよく言ってたんだけど、これ今回花なので1つ分、そして15は全部の数、そして答えだったこの3というのが、今までは何人に分けられるかなだったのが、今回お花になったので花の数ということになります。これ実は今までにちょっと似たような問題があったんだけど、覚えてるかな？いくよ。じゃん。15枚の花びらカードを使って5つの花を作ります。同じ数ずつ分けると1つの花びらは何枚になりますか？こんな問題あったよね。この時も 15÷5 は3だったはずです。そしてお花は1つずつに分けていったよね。5つの花に 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、 1つずつ配っていったという問題でした。だから3つの花びらの花が5つできました。これ計算でやった時にはこんな感じでしたね。
3つの塊、 3×5 は15、答えは15だったんですね。答えは3か、ごめんね。さあ、こうやって見比べると何か気づくことないですか？うん、そうなんです。割り算の式が同じなんだよね。なのに図で表すと出てきた答え、求められたことって全然違うんだよね。はい、ちょっと確かめましょうね。15は全部の数、ここは一緒。じゃあ次の5の意味がちょっと違いそう。この5は、そう、一つ分の数。そして3が、今回答えになったのは花の数。ここの順番が違うんですね。今日みんなに覚えてほしかったのはこれです。一つ分の数を求めるときも、花の数いくつ分を求めるときも、同じ割り算の式になるんだよということです。これからたくさんいろんな問題を解くと思うんですが、このように式の意味もしっかり理解して問題を解いていくと、より算数が得意になると思います。さあ、それではみんなが頑張りたいこと、これを教室に先生を掲示して待ってるので、また一緒に勉強を教室でしていきましょう。では、バイバイ。